ラバウル航空隊部員基地ラバウル航空隊とは第二次世界大戦時ニューブリテン島のラバウル基地に集結してこの区域に展開して戦闘に参加した日本海軍陸軍の各航空隊の総称である1942年1月から日本軍は南方作戦の一環としてオーストラリアニ任島治療であるニューブリテン島を制圧同時に 日本海軍航空隊は南太平洋諸島の確保、トラック諸島の海軍根拠地の防衛、機動部隊の支援を目的にラバウルに進出。同年末には日本陸軍航空部隊も進出し、重要拠点化された。航空隊は作戦に呼応してアメリカ陸軍、オーストラリア軍に対する東部、ニューギニア、およびアメリカ海軍、海兵隊、 ニュージーランド軍に対するソロモン方面の各基地を移動転戦したが、戦局の悪化とともに重要性が減り、少数の残存者、航空機を除き1944年2月にラバウルから撤退したものの、その後も残存者や航空機が終戦に至るまで偵察などの活動を続けた。日本の進出日本は内南洋方面の守りを固める目的で、陸海軍で、 オーストラリアの委任統治領であったラバウルとカビ園を攻略することを決めた。ラバウル航空隊は中村忍大佐が指揮する水蒸気母艦聖川丸の水蒸気隊から始まった。1942年1月20から22日、日本海軍の第一航空艦隊がラバウルを空襲により制圧し、23日攻略に成功する。翌24日、 聖川丸がラバウルに進出し、水蒸気基地を開設した。25日、横浜海軍航空隊の97式飛行艇の一部が派遣されたが、敵機による被害を避けるために即日出発して、ニューアイルランド島の南東方にあるグリーン島に基地を移し、戦闘機体の進出を待って2月4日に、ラバウルに基地を開設した。 1942年1月24日、千歳海軍航空隊の副長、山中龍太郎中佐は、飛行艇に便乗して、ラバウルに出発、陸軍の協力を得て、ラバウルの飛行場整備を行い小型機の離着陸の見込みがつき、岡本春年単位の指揮する96式、艦上戦闘機18機の進出が命じられた。慎重を期して、 航空母艦で輸送されることになったが、胴体は空母の経験者が少なく、25日、空母昇格、随格母艦飛行機体の操縦員によって着艦収容された。26日、千歳空の操縦員によって発艦したが、天候不良で一度引き返して、着艦未経験者を含む、前期無事成功した。十七日、再度発艦して、カルビエンの飛行場に着陸したが、 整備が不十分で2機が着陸時破損。整備委員不在、燃料不足、天候不良の問題で胴体がラバウル進出を完了したのは31日のことであった。2月10日、千歳空文献隊と高尾海軍航空隊、立航隊で第4海軍航空隊を進編。1942年2月14日、第24航空船隊司令部が進出し、いわゆる ラバウル航空隊の誕生となった。20日、ラバウル南方の最初の航空船は、接近する、米機動部隊に対し4空の一式陸上攻撃機17機が、攻撃に向かったが、機関機はわずか2機と海戦以来の最大の被害となった。23日、第1航空隊立航隊がラバウルに着任。十四日から、ニューギニア島東南部、ポートモレスビー基地攻撃を開始。 3月7日、陸軍南海支隊の一部のサラモア上陸、海軍陸戦隊のラエ上陸で終戦まで続く、ニューギニアの戦いが開始。3月8日、ラエサラモア攻略作戦に成功。その後、ソロモンは搭乗員の墓場と言われるほど激しい戦闘となり、5月3日のツラギ攻略で終結した。来占領後のポートモレス B は、一進一体の攻防に終止し、 ラバウルは零式艦上戦闘機の活躍により保持されていた。一方で3月31日、先のフィリピン攻略戦初期の爆撃行事に、富士儀、抗日ゲリラの捕虜となるも、陸軍部隊に救出され復帰した一空の腹抱き、乗組員一同に対し、その処分に講じた海軍上層部が、モレスビー基地陣地への攻撃、自爆命令を発している。4月1日、 第25航空戦隊が新編される。25航戦は編成上、第11航空艦隊の励下だが、連合艦隊は、軍隊区分で、南洋部隊に配属させた。24航戦は海戦以来、南洋部隊基地航空隊として、南洋軍島、南東の航空作戦に任じてきたが、25航戦の新編で、マーシャル方面基地航空部隊となった。 二十五航線がラバウル方面となり、二十四航線の西方空襲部隊任務を引き継いだ。二十五航線に台南海軍航空隊四空、横浜空が二十四航線に千歳空、一空、十四空が編入された。台南空はラバウル及び雷方面で、作戦中だった四空の戦闘機隊の人員、機材の大部分を吸収し、バリ島及び 空ンに展開中だった台南空本体もラバウルに進出した。10日、一空は交代し、本土木更津で再建に入る。5月3日、浜空飛行艇隊は、ガダルカナルトルンが白地北東海岸に位置する、フロリダ島南端小島のつらぎに進出する。5月7日、ポートモレスビー攻略作戦の前哨戦となった、三後海海戦で、 ニューギニアライの戦闘機体とラバウルの攻撃機体が、地上基地からの共同作戦で、敵機動部隊への攻撃に向かう。一式立候31機で、従順洋艦中心の水上部隊と遭遇し、来撃するが一本の命中もなくこちらの被害は、甚大だった。しかし、攻撃隊は戦火を、片不明戦艦一隻撃沈、従順一隻大破と課題に報告し、 さらに課題な戦果が発表された。この海戦で第四艦隊が、米機動部隊と交戦士空母を損傷。ポートモレスビー攻略部隊は、この妨害で作戦に失敗し、一時中止した後に、作戦を将来陸路から攻略することに変更された。5月末から数ヶ月間、数字にわたり一空戦検隊がラバウルに補給される。6月5日、ミッドウェイ海戦の敗北を受け、 ミッドウェイ島進出部隊の連戦が中止される。7月末、ニューギニア島東南、大基地戦闘機隊は、連合軍側空襲撃下のため一時撤収、ラバウルへ帰還する。ガダルカナル島の戦い1942年6月19日、日本海軍はガダルカナル島に上陸し、陸上基地の建設を開始した。このまもポートモレスビー攻撃を続けた。8月初頭、 日本海軍の設営隊は、ガダルカナル島の北沿岸、ルンガ川とテナル川の間の平地に建設していた、飛行場はほぼ完成した。8月5日と6日の両日、浜空飛行艇隊紹介担当の3機が毎日1時間の紹介任務で運上を飛び、スコールクモカを航行中の低速な米軍大船団を見逃す。ガダルカナル上陸作戦の船団編成は、 19隻の軍隊輸送船と4隻の輸送駆逐艦に分乗した19000名の上陸部隊3隻の空母を含む護衛艦隊が守る大船団で米軍上層部ではこの計画は無謀で成功の見込みは薄いと考えていたものであった8月7日米軍大船団によるガダルカナル上陸作戦の奇襲に成功し日本と連合軍の間で ガダルカナルの戦いが始まる。8月7日、つらぎの浜空は、早朝から攻撃を受けて、飛行艇が全滅する。以後48時間大島半分を死守したが、翌日島の背後に回った、米駆逐艦から、艦砲射撃を受けて全滅。ラバウル航空隊は、ガダルカナル制空権の継続確保のため、立港を攻撃主力とする、ガダルカナル航空撃滅戦を開始する。 8月7日、第2航空隊の艦上爆撃機体トレ1032型を装備した戦闘機体がラバウルに着任する。2空は日本出発時はニッケル産地のニューカレドニア島へ進出予定だった。艦爆隊は洋上富士着水覚悟でつらぎ攻撃。過半数が撃墜され、残機も洋上富士艦爆機全機喪失。 18名中性感謝は6名だった。8月21日、第6航空隊がラバウルジャクニーン。8月22日、ニクーと台南空がニューギニア島の東南、ブナ、ラエ基地に進出し、モレスビー攻撃を実施。9月上旬、ニクーは8月末に完成したブーゲンウィル島北端の部下基地に前進。1942年9月、 二空の制空戦において、支障となっていたブーゲンウィル島南端に、部員基地が完成した。また、第三航空隊、カノヤ海軍航空隊戦闘機隊、陸航隊がラバウルに着任。九月、陸海軍は共同で、ガダルカナル島とつらぎの奪還を目的とした、加合作戦を実施した。このため、地上部隊として、川口清県陸軍少将の川口下与が党に、 輸送し、連合艦隊はこの機会に敵艦隊の撃滅を狙っていた。12日、川口死体のガダルカナル第1階層攻撃の予定に合わせ、2空の倉兼隊意識で、攻二25機、戦闘機15機がラバウルからガダルカナルに攻撃を実施。日本海軍側は、米軍機11機撃墜を報告し、日本側の陸上攻撃機3機の自爆を報告した。 米軍側は、日本軍爆撃機10機と冷戦3機の撃墜を報告。台南空の冷戦隊15機がこの直演を務め、米軍側の戦闘機17機と交戦。日本海軍側は、米軍戦闘機13機撃墜20機地上破壊、陸上攻撃機自爆2機、未機関2機を報告した。9月12日夜、13日夜、日本陸軍は1日遅れで、 1> 第1回総攻撃するも失敗。13日昼、陸軍との連絡参謀の田中少佐は、ガダルカナル飛行場へ飛来し、中期している約40機の戦闘機を確認し、着陸中止して帰島。9月14日昼、ラバウルの陸二27機、直縁の零戦11機は、ガダルカナル飛行場西側から侵入して、爆撃、零戦隊は10機撃墜を報告。 14日、午後、ラバウル東飛行場では、修理金火事故が大爆発を引き起こし弾薬、燃料を大量に喪失。戦闘機搭乗員の角田和夫によれば、吹き上がる黒煙は、ラバウル湾東側の火山群を覆い、セントジョージ岬上空からも見え、夜半まで爆発炎上が続いたという。18日、米第7海兵連隊4200名が、 ガダルカナルに到着、米軍側は上陸以来悩まされていた弾薬、糧食の不足を解消でき、戦力が著しく充実する。9月末、米海兵隊航空機迎撃体制を確立。常時60機の作戦使用が可能になり、基地の戦士防衛から、島内の日本陸軍部隊を航空機で撃滅する、積極策に転換する。10月初旬。 駆逐艦による数字の陸軍部隊輸送成功、第17軍司令官、百武春吉中将がガダルカナルへ進出。10月25日前夜、日本海軍は陸軍よりガト飛行場を占領したとの連絡が入りにくくの、冷戦8機が進出、海4回の奇襲を受け4機未期間。11月、第251海軍航空隊と解消した台南空は、 消耗のため冷戦機材を残し輸送船で内地へ戻り、豊橋基地で再建に入る。第202海軍航空隊と解消した3空も中部太平洋ケンダリーで連成に入る。また、2空は第582海軍航空隊と解消。6空は第204海軍航空隊と解消。か野や戦闘機隊は第五十三海軍航空隊と解消して、 ラバウルで任務継続した。11月9日、第252海軍航空隊がラバウルに着任する。11月14日、ガダルカナル島へ最後となる第2次強行輸送作戦実施。輸送船1隻に護衛の駆逐艦1隻をつけ突入格座を覚悟して、高速大型輸送船11隻がガダルカナル島に突入。早朝から、 米軍機8波延べ100機による攻撃に対し、日本側は冷戦のべ32機、水蒸気のべ14機が上空の上に当たった。輸送船員たちによれば、朝から船団上空を守って米軍機を迎え撃ってくれたのは、水蒸気だけで、身軽な多数の米軍戦闘機に包囲され簡単に、撃墜されながら一機一機次々と突っ込んでいったと、いう。また、同船域で、 基地航空隊及び空母費用母艦飛行機隊の零戦隊が来襲した B-17 及び米空母艦載機と空戦した。1942年12月の時点で一式立航と乗組員たちの大半を消耗し効果のある変態による夜間大撃などが困難になる。この時、第701海軍航空隊、第702海軍航空隊、 第703海軍航空隊、第705海軍航空隊、第707海軍航空隊、第752海軍航空隊、第753海軍航空隊、第755海軍航空隊の立航隊がラバウルに残っていた。12月23日、252空の零戦24機が完成したばかりのニュージョージア島をむ飛行場に進出した。 しかし、進出直後から、連日の連合軍機の空襲を受け、数日で壊滅した。29日、701空の96式、立候救出隊により搭乗員は、ラバウルに帰還した。24機の冷戦中、ラバウルに撤退できたのは3機のみであった。12月末、日本陸海軍は、南部ソロモンガダルカナル島からの撤退を決定する。 陸軍航空部隊の進出もともと陸軍には明文化された協定はなかったが陸軍の主戦場はアジア大陸方面であり太平洋方面の作戦は海軍の担当という考えが強かったポートモレス B 攻略を目指す陸軍の南海主体がニューギニア戦線で敵機の妨害を受けて苦戦中と伝えられ始めた1942年8月頃に天皇は 陸軍航空部隊の南東方面での使用を加盟したが陸軍は派遣が困難であると答えていた。第二師団を主力とする総攻撃が失敗した後も加護作戦を実施するという陸海軍の方針に変わりはなかった。そのため航空部隊の増強を図る必要があり海軍は陸軍に陸軍航空部隊の早急な派遣を要望した。陸軍参謀本部は 第八方面軍に対し、陸海共同して速やかに、ソロモン軍島方面の敵航空兵力を制圧し、ガダルカナル島方面の作戦準備を行い、飛行場を脱回するように指示したが、当時は陸軍の航空戦力はまだ進出していなかった。しかし、新編成される第六飛行士団の派遣が11月16日に、決まりの一式戦闘機、春約100機の派遣を、 決定、12月18日に、陸軍の戦闘機部隊の第一陣ガラバウルに到着した。当初の6飛手は、主に第11戦隊、飛行第1戦隊、飛行第45戦隊、独立飛行第76中隊からなり、後には飛行第14戦隊、ニューギニアへ転戦後は、飛行第208戦隊なども加わる。カダルカナル島撤退飛行第戦隊の、 一式戦趣味一型兵。本機は、実際に、第11戦隊が、ラバウルにて使用し、終戦直後に、ブナカナウ飛行場から4マイルほどの密林で、発見されたもの。世界で唯一機体、エンジンともにオリジナル活動体である、一式戦ラバウルの海軍戦闘機体は、冷戦の 20mm でも苦戦している大型へ、爆撃機 B-17 が 13mm で落ちる。 はずがないと考えていた。しかし、第18号作戦発動初日の1943年1月5日に、第11戦隊、第2中隊の一式戦は、日本軍戦団攻撃に飛来した第43、第90爆撃航空軍の B-176 機、B-246 機と、交戦、2機を喪失するも1機の B-17F を撃墜。 さらに582空の零戦2機との共同戦果として、さらに1機の B-17F を確実撃墜した。以降10日まで、第11戦隊の一式戦は、戦団護衛を行い大型機を中心に米軍機6機、内士7機を撃墜、空戦で13機を喪失するも来週する延べ320機余りもの連合軍機を擁撃し、 総出輸送船を一隻にとどめ18号作戦は成功に終わった。1月9日、統合船隊たタル第1戦隊もラバウルに進出。27日、補充機を受領し戦力回復した第11戦隊と第1戦隊の一式戦69機は末期がダルカナル島の戦いにおいて完全撤退中の地上部隊を支援するため第45戦隊の99層、 計9機と共に、ガトーを攻撃。この空戦において、アメリカ陸軍航空軍及び海兵隊戦闘機24機と、航戦一式戦は6機を喪失するも7機を確実撃墜した。なお、この2日前の25日に、海軍の冷戦72機が、一式陸航12機と共に、ガトーを攻撃しているが、5機を喪失し、 撃墜戦かなしと一方的な敗北を喫していた。31日、第11戦隊の一式戦は、第112海兵戦闘飛行隊の F4 回発揮と、交戦し2機を喪失するも、2機を確実撃墜。2月1日の第1次撤退日は99層計を、援護士が当飛行場に対し航空撃滅戦を実施。第2次撤退日の4日には、撤退将兵を乗せた。 駆逐艦を第11戦隊第1中隊が上空援護、来週した海4回 P-40SBD-TBF と交戦し一式戦2機を喪失するも3機を確実撃墜。駆逐艦の損害は一石中破、一石小破で隅艦隊を守り抜くことができた。アメリカ軍はさらに海4海2機、P-41 機、SBD1 機を空戦で喪失しており、 日本軍も途中で空前に加わった海軍の零戦2機を喪失している。ケゴ作戦成功に大きく貢献するなど活躍を見せた一式戦ではあったが、2月6日、99層計を、援護しニューギニアのワウヒ工場攻撃時に、一式戦4機、99層、計3機を喪失し、第11戦隊長、杉浦勝次少佐が戦死。 ラバウル方面への陸軍航空部隊は増強され、戦闘機は一式戦、春の他二式複座戦闘機、トリ及び後には三式戦闘機、ヒエンも参戦する。一方で同年春、三式戦の大変態がトラック島から移動中、多数機を損失する事故が発生。三式戦が試作審査開始1年経過し、液冷エンジン周りのトラブル頻発する中での、 強行出撃だった。ラバウルの陸軍司令部によれば、液冷エンジントラブルで一旦基地に戻り離陸、やり直したため誘導機に合流できず、単発機変態で、編流修正せずに洋上を進んだため進路が左に、それてほとんどが燃料切れで、ブーゲンウィル島東海岸に、かろうじて不時着したという。その他に、ニューギニア島東岸の苗にまで通り過ぎて飛んでいった、木もあり、 燃料不足で洋上不時着した木も複数あり、この燃料不足については、設計製造の川崎航空機の調査により、逆止め弁すり合わせ工作精度が歩く翼の負圧側に開口していた空気抜きの穴から燃料が漏れたための燃料不足であると判明し全く申し訳ないミスと陳謝している。また、スパイ工作員による体調機コンパスの狂いを疑う噂も流布されていた。 1943年1月末、立港による夜間爆撃を開始。海軍艦爆隊が昼間攻撃に参加。2月初頭、南部ソロモンガダルカナル島から撤退完了。戦闘機体の201空、204空、582空がブーゲンウィル島南端部員基地に進出。以後、西空戦と中部ソロモンへの輸送船団上空直演任務を。 行う。3月3日、ニューギニア島南来への陸軍部隊輸送作戦である、第81号作戦の上空職営を務めるが、米軍機に捕捉され、輸送船団は、座上陸軍部隊と共に壊滅した。以後この東部ニューギニアとニューブリテン島間の海域の、正海権を失い、潜水艦か、大発動艇による、夜間小規模輸送になった。3月10日、 第11戦隊は、ソロモン方面のラバウルから、今後主戦場となる東部ニューギニアの上枠に前進。4月、日本海軍は、移号作戦を発動。作戦期間中は、第2航空戦隊の空母飛用、巡洋母艦飛行機体がラバウルへ進出。X 作戦で、ソロモン方面、Y 作戦で、ニューギニアのポートモレス B 方面、Y1 作戦で、 ニューギニアの南東タンラビ方面を攻撃。4月18日、連合艦隊司令長官山本56大将が部員近くで搭乗機を撃墜され戦死。5月14日、251空が進出。6月16日、ガダルカナル島でルンガ沖航空戦が発生。以後、南部ソロモン制空権を喪失し6月30日、中部ソロモン連土場島に米軍が上陸。 6月30日、ニューギニア島が危機になり、東南、サラモア攻略作戦を開始。連合軍は、陽動作戦で南のナスソ湾に上陸。7月上旬、レンドバへの陸軍爆撃隊と海軍戦闘機隊の共同作戦が2回実施される。攻撃で与えた在地連合軍へのダメージは大きく効果があったが、2回で中止になった。 1943年7月15日、第201海軍航空隊がラバウルに着任。ブーゲンウィル島の戦い1943年7月中旬に交戦の前期がラバウル経由でブイに進出。28日、陸軍は航空軍たる第4航空軍を編成。ラバウルの陸軍航空部隊はニューギニア攻防を反撃のため両面作戦に入る。 主に飛行第68戦隊、飛行第78戦隊からなる陸軍の第14飛行団が上枠との間を移動、往来。以後、ニューギニア東東南部及び海峡を越えた、ニューブリテン東南西の鶴部、マーカス岬の両方面を担当。12月、第68戦隊は爆撃隊と共に海峡を越え、マーカス岬の防衛のために出動を継続。 8月16日から17日、第14飛行団が基地とするニューギニア島中央の上枠が連合軍の奇襲を受け、100機が地上を破壊される。一時期作戦続行困難に陥り、囲碁完全主制となる。9月1日、251空は消耗により解散し、搭乗員は201空と253空へ転属。9月中旬。 中部ソロモンニュージョージア島ダ基地放棄。9月、ニューギニア島東南、サラモアライショをついで陥落地上軍は、市のサラワケット号へで、キアリへ脱出。連合軍は、この地域に11月までに10カ所以上の飛行場を建設。10月から翌1944年1月まで、ニューギニア島、フィッシュハーフェン船を継続。10月、 北部ソロモンブーゲンビル島南端の部員基地を放棄脱出。ラバウル機関命令を発する。27日、ブーゲンビル島南端の第938海軍航空隊水上基地に隣接するモノ島を米軍が占領。11月1日、日本海軍は路合作戦を発動。11月1日から13日の路合作戦中、随格、随宝飛行隊からなる。 1> 第1航空戦隊はラバウルに進出。作戦終了時分数を消耗し一部を残し、引き上げた。露合作戦でラバウルに来た一航戦の戦闘機体は、撃墜マークも桜の花や星マーク、思い思いに記しており、204空でも機体個体の撃墜記録として、前任者の記録に、自らの戦果を追加記入して、指揮を上げた。 しかし11月1日朝には、米軍が、ブーゲンウィル島部海コールボニス飛行場を、シャーマン少将の第38任務軍が、ショートランドをメリル少将の第39任務軍が攻撃。中部西海岸へ上陸し、太郎沖縄飛行場の建設を開始した。翌2日午前4時35分、随格飛行隊長、能富健次郎隊員を指揮官として一航戦の例。 1065機、艦爆18機、第1基地航空部隊の霊1024機がラバウルを発し、戦闘場時岬にて、米艦隊及び直江戦闘機隊と交戦。6機が未機関となったが、駆逐艦1隻撃沈、巡洋艦1隻と輸送艦2隻に火災を起こさせ、直江の F4U6 機の撃墜を報告した。ただし、米軍資料によれば、艦染の被害は、 第39任務軍機関、モントピリアが2発被弾したのみとなっている。午前7時40分、攻撃隊はラバウルに帰還。しかし11時40分、P-38-80 機と B-25-75 機が飛来し、随法飛行隊長、佐藤正夫隊員を指揮官として、1航戦の冷戦58機、第1基地航空部隊の57機が迎撃に上がった。 この空戦で日本軍は127機を撃墜、3機間18機。5日、ブーゲンウィル島南端ショートランド水上機基地の人員が徒歩で北端部海退却した。5日、初めてラバウルに対する大規模な攻撃が実施された。米軍部隊は基地航空部隊と機動部隊の連合作戦で300機を超えた。11日にも同規模の攻撃が実施された。 日本はこれらを擁撃したが、被害が大きく、艦艇入りパクが不可能になり、兵力保持のための大量補給も断たれた。8日夜、日本陸軍の第17軍が、タロキナ第1回目地上総攻撃。第1次第6次ブーゲンビル島沖航空戦が発生。一航戦の大半は第3次まで参加した。1943年11月まで、 東飛行場の戦闘機体菓子艦兵の搭乗飲宿者は飛行場南西の市街地側の低地にあったが12月に夜間空襲が十数機で一晩に数度と増えてきたために巡視艦以上の搭乗員が使っていた飛行場から 10km ほど離れ夜涼しく過ごしやすい艦艇山頂上の士官宿舎のそばに菓子艦兵の搭乗飲宿者も移転し傍らに 大きな防空壕が作られた。ラバウル航空決戦空襲を受けるラバウル航空隊1943年、晩秋まで続いたラバウルからの航空作戦は、11月にブーゲンビル東西岸のタロキナに連合軍の大航空基地が建設されてからは、ラバウルを中心とする南東方面制空圏争奪戦に変わり、 1943年12月17日9時から1944年2月末まで2ヶ月間続く、ラバウル航空決戦が開始した。奥宮正武は、1943年末には、ラバウル司令部は焦燥の色濃く、数ヶ月前に持っていた快活さを失ってしまったと、語っている。11月14日、第281海軍航空隊文献隊が、 ラバウルに着任し201空へ編入。12月15日、201空の消耗により、幹部の交代が決定。残存201空搭乗員の大半は204、空へ転属。12月15日、ニューブリテン島西南タングロスター岬に連合軍が上陸。ラバウルの海軍戦闘機隊が爆撃攻撃を実施。21日、陸軍の 第68戦隊3式戦と99総計の戦爆連合が上枠から海峡を渡り、マーカス岬を攻撃。20日、ブーゲンビル東北端の部下水上基地隊が、駆逐艦でラバウル湾島南岸の松島基地へ交代。12月23日から27日、ニューブリテン島南端がすまたえ、連合軍が上陸し、それに対し日本は、 戦闘機による爆撃攻撃を実施。1944年1月前後、201空、204、空、253空による溶撃戦が行われる。連日数百機の敵戦爆連合が1日に数回の波状攻撃を実施する。1月4日、201空がサイパンに交代した後、溶撃する霊戦隊はラバウル東飛行場の204。 空とラ飛,飛行場の253空の2体のみの状態であったが、ラバウルの冷戦隊の搭乗員たちによって、ラバウルの制空権を死守されていた。イギリスが発表した航空船の戦略理論への事情法則が示す通り、少数機で多数機に対抗することが極めて困難なことだった。日本側は、戦闘上ジ岬のレーダー基地からの 警報により敵来襲を三十分前に事前に予測し、二十六高専所属の数十機のラバウル、霊戦隊前機は一斉離陸を五分で完了、高高旅で待機して擁撃し、来襲する連合軍船爆連合隊編隊との間に大空中戦が展開された。擁撃する霊戦隊は、来襲する護衛戦闘基準を交わして爆撃機編隊戦闘に突進、攻撃して、 変態を小さく分散させた後で、周囲から必要な攻撃を繰り返した。これに対し連合軍各国の混成航空隊は、直沿戦闘機体と爆撃隊の緊密な十字砲火による共同連携防御でこれを阻止した。ラバウル在地の陸海軍降射砲陣地からの激しい対空射撃で、空一面は弾幕で覆われた。火が共に地力を尽くす緊迫した。 連日の空中戦闘で、霊戦隊の戦果は少ない日は6機、多い日は87機、平均で20数機以上を報告していた。1月17日、ラバウル上空洋撃戦で、撃墜69機を報告し、翌日東京で上層、5カ所をされる。この戦闘は、SBD29 機、TBF18 機、および戦闘機回 4U、回6回、 p-3870 機、計117機を冷戦、計79機が迎撃。損害は、被弾8機だけで、撃墜69機の大勝利を報告したものであった。しかし、これは、5人戦果であり、戦後の紹介では、米軍の被害は12機であった。米軍も、撃墜32機と5人報告したが、悲劇墜はなかった。司令部参謀、佐なぎたは、 ラバウルの航空隊が来襲する敵機の大変態に、毎回大きな損害は与えたと語っている。ラバウル守備隊は毎週、連合軍側生存搭乗員を多く、捕虜にしていた。地上基地員たちも爆撃終了後は人力に加え、ラバウルの扉に持ち込んだ、スチームエンジンローラー、英軍六角ブルドーザも聖地に使い滑走路を、速やかに修復、復旧させた。 日本側の戦闘で離陸し、第一中隊指揮官として擁撃した岩本鉄三は、この戦闘で飛行場の真上遥か航空で大型4、8機体変態に第4中隊のレー戦数機が、取り付き一撃で、B-24 がに行き続けて炎上し撃墜された。日本には、ラバウル航空船のニュース動画映像が一本、残っている。内地から、ヒエイニュース班が来訪し、連合軍、 日本軍に唯一存在するラバウル空戦の実写フィルム南海決戦場洋撃戦69対0を撮影した。26航戦の洋撃戦では緊急発進した霊戦は中隊長、小隊長、列機区別なく先に飛び上がったものを中心に次々と編隊を組み集結していった。これは 1943年秋、ロゴ作戦でラバウルに進出した一、高戦戦闘機体の揚撃戦で示された一斉離陸が半となり、戦訓となっていた。空中戦では敵機より優位を取る必要があり、緊急の揚撃戦では素早く離陸した者が戦果を上げやすいため、一斉離陸をし、その様子は先陣争いだった。後に離陸した者が列機となり、 変態につく。顔がわからなくても互いに、よろしく、と変態を組んだ最初に、風防越しに挨拶しておけばよく、階級の上下など後から、とやかく言う者はいなかった。狭い扉基地に移ってからの洋撃戦では列線に、並ぶ冷戦の近くで待機し早めに離陸した。杉の和をによれば、若年党上院たちは目をつけた実力者、下う者の後に素早く着いたという。 幼撃船の編成表は事後に作成された。トラック島空襲1944年1月24日、204、空は消耗により、幹部がトラック島へ交代。生存204空搭乗員の大半は253、空へ転属。1月25日、ラバウル南東方面司令長官の草勝と無一、中条の要請で二航船がラバウルに着任したが、 1>, 1ヶ月後には3分の1に消耗。2月17日、米機動部隊によるトラック島空襲を受ける。ラバウル向けの補給用冷戦270機が地上を破壊され、航空機は全滅。18日、前日に続き空襲砲撃で、湾内の艦船も多数沈没し、トラック島は補給基地としての機能を完全に失った。 トラック島の壊滅的被害を補うため、11交換及び2交戦所属の全航空隊はトラック島へ交代することになった。2月20日、253空とに航戦の稼働前期がトラック島へ交代。2月29日の戦時編成改定で2航戦は、機動部隊に復帰、ラバウル航空隊の中核であった11交換は、 機下の26航船が14航艦に転出した。204空と582空は解体され、11航艦の下には25航船が、形式上は残ったが地上要因が主体となった。この時点で、ラバウル航空隊は実質的に終焉を迎えた。ラバウル航空隊の損失機数は、戦闘機1467機、攻撃機1199機、 その他267機の計2935機だった。連合軍の迂回方針連合軍は、ラバウル攻略を意図して、空襲による猛攻と、スルミ、グロスター岬へと上陸作戦を繰り返し、ラバウルに対する艦砲射撃も3度行われたが、連合軍は、ラバウルへの本格攻略を回避、迂回して2月29日に、アドミラル機諸島に上陸、占領し、 米機動部隊北上作戦の拠点白地を構築した。連合軍空軍力の全力による1943年12月17日から3ヶ月のラバウルへの空襲総攻撃は海軍のリア少将の上進を受けた米海軍第三艦隊司令官ハルゼー中将から米陸軍の南西太平洋方面の連合国最高司令官ダグラス・マッカーサー大将の全面的協力を得て 連日激戦が繰り返されていた。他方、ちょうどこれに重なる時期、1944年に入り、米陸海軍内部では、太平洋方面作戦で、ラバウルの迂回方針が検討された。1943年11月の米海兵隊、ブーゲンビル島、太郎沖な上陸直後の危機的状況は、米空母2隻と基地航空隊共同のラバウル教習により無事回避。 したが、ハルゼーはこの後1943年12月23日から26日まで、ハーイで、チェスター・ニミッツと打ち合わせ、アメリカ西海岸カリフォルニアの自宅で家族に会った後、1944年年明けから1月末まで、米国政府のあるアメリカ東海岸のワシントンに滞在し、米海軍最高指揮官のアーネスト・キング、海軍大将に、ラバウルとカビエンの占領は、 不要と自説を上進した。それは、ラバウルの真東の洋上にあり、セントジョージ岬ブーゲンウィル島の間をラバウルから、北東へ抜ける回路を中央で阻む、グリーン諸島、ラバウルの北隣、ニューアイルランドとカビエンの北側を洋上で阻む、セントマシアス群島の南東小島のエミラウ島、ラバウルの西方洋上に位置し、 ラバウルからトラック島への北西回路エミラウ島との間で挟むアドミラルティ諸島のマヌス島を占領し、ラバウルを包囲遮断すれば、南太平洋方面での日本軍の作戦は成立しなくなるという予測を説明した。1月末、ハルゼーはこの方針に、ニミッツ大将とマッカーサー大将の了解を得るため、ニミッツのいるハワイ神事ワンへ向かい会議に参加した。 真珠湾での米陸海軍司令部幕僚を参謀が集合した作戦会議ではこの方針に基づき当時攻略中のグリーン島を1944年2月19日に占領マヌス島は同年2月29日から攻略する日程が決定された。米陸軍マッカーサー司令部側はカビエンの同年4月1日攻略計画を主張した。3月には 米陸軍諸葛の攻撃目標だったマヌス島までも米海軍が占領した。マヌス島には東端から北側を巨大な球場に湾曲して伸び、カコムロスネグロス島が天然の領港を形成し大艦隊を収容できるロレンゴ湾があって米海軍は根拠地としてアドミラルティ博地を構築した。これに対し欧州オーストラリアのブリスベインに滞在して指揮していた。 米陸軍のマッカーサーは強く憤通ったため、ブリスベーンで双方の和解と調整が図られた。カビエン攻略は3月14日に中止決定され、その北のエミラウ島が代わりの攻略目標になった。ラバウルー海以降の対日作戦の攻撃方針は、ウルシー干渉、フィリピンを基地として洋島、沖縄、日本本州を攻撃する方針にはなっていたが、 1944年5月のサンフランシスコでの作戦会議では、米海軍最高指揮官のキングはフィリピンを攻撃で破壊しないように台湾攻略を主張。レイモンド・スプルーアンス中将は中国・上海の南方上野山湾攻略を主張。その他、最終段階の1945年春、九州攻撃までは様々な意見が出続け揺れた。この後の米海軍は、 新建造の大型高速空母を多数収益、訓練し実戦配備完了した大艦隊を要し、1943年11月から1944年7月までは、スプルーアンス中将の第5艦隊司令部が指揮して、ギルバート・マーシャル、サイパン、マリアナ軍島を順次攻略し、その後1944年8月から1945年1月までは、 春ゼ中将の第三艦隊司令部がこの大艦隊の指揮を引き継ぎ台湾をレーテ、てフィリピンを攻略していった。孤立以降1944年2月下旬の基地航空部隊の可動機のトラック姉妹の撤退と1944年2月29日のアメリカ軍のアドミラティ諸島への上陸によってラバウルは完全に孤立化した。同じ頃、 ニューギニア方面も航空基地としての機能を失いつつあり、ラバウルを中心とする組織的な航空作戦は終了した。戦闘機がなくなり、港内では敵機の監視が厳しく、小船の航行も困難になった。ラバウルには第958海軍航空隊が、部員には第938海軍航空隊が残留し、両隊合わせて水上機十数機が残されていた。 同年3月2日、連合艦隊は、ラバウルに残存する、搭乗員を救出する、盗作戦を発令した。敵の戦闘機から隠れながら、立航、飛行艇、水蒸気がトラックとの間を往来して、草加隆之介少将や富岡貞俊少将など、所要の人員を内地に送り返した。盗作戦の結果、飛行艇で運ばれた504名などラバウルの、 残存搭乗員はほぼ全員が収容された。以後第41潜水艦も搭乗員50名、航空省関係者を運んでいる。しかし、2航船と751空の地上要員約400人は、衛船、長浦及び輸送船、甲和丸、航海丸からなる護送船団で、ラバウルを出た後、空襲及び米艦隊との交船で全滅した。ラバウルには、 第108海軍航空隊省庁の山川、吉尾大災課約3500名の整備や技術の関係者が残された。彼らは損傷した飛行機の修復を行い、まず約10機の冷戦を、あとに97艦航2機を作成した。1944年2月28日の稼働機数は零戦16機、野戦1機に達した。三月二日、零戦七機は、 敵変態に攻撃してご機劇追を報告。3月15日、水上機体がブーゲンウィル島部員へ再進出。現地残存201空、204空、582空残留員で再編成される。ブーゲンウィル島南端旧部員基地に残留した第8、艦隊司令部、第1根拠地帯司令部、佐世保ジュ府第6特別陸戦隊は、推定機を ジャングルの隠れた入りへ、川に引き込み、隠密作戦続行。3月8日から25日、日本陸軍第17軍、太郎キナ飛行場へ総攻撃。ラバウル航空隊は、第17軍司令官、百武中将の要請に応じ爆走冷戦による、太郎キナ飛行場や艦爆撃を行うも失敗。4月15日の残存稼動機は冷戦4機、野戦1機となった。 同年5月5日に、形式上ラバウルに残存していた25航船は、解体され、帰下の151空、251空、253空は22航船に転属となった。25航船司令官の上野慶造少将もこれに、先立つ3月8日に、ラバウルを離れていた。同年6月15日、各隊のラバウル団留員をもって、 第105航空基地隊が開けたいされて、951空腹長の堀和義少佐が105、基地隊副長兼飛行長に就任、同体が終戦までラバウル方面の航空作戦に従事することになった。アゴ作戦の直前、海軍が米海軍の主力の動向を探っていることを知った南東方面艦隊司令部は5月31日に冷戦2機で アドミラルティ博士を偵察して、連合艦隊司令部に報告。同方面への偵察はその後もたびたび行われた。10月、陸軍の独立飛行第83中隊により、修理された百式、司さ,さ,さだが完成し、トラック島でキニーネを受領するために往復する。1944年10月15日、霊テ作戦に関連して、アドミラルティ博士を偵察。 11月9日、冷戦3期にて、アドミラルティのハイン飛行場を爆撃。1944年末、部員水上基地の938空海山、残存人員は、ブルゲンビル島内で、第85警備隊に編入された。1945年には、ニューブリテン島内前線拠点での地上戦、続行中に小守備隊の玉砕が相次いだ。4月28日、 ラバウルの復元97式艦上攻撃機2機でアドミラルティ白地を夜間来撃。7月中旬、ブユゲンウィル島南端急部院基地院は復元冷戦22型1機を密林の中で完成。1945年8月、海軍105基地帯の冷戦と陸軍独飛八83中の100式、司さなさでアドミラルティ白地へ黎明偵察を実施。 第958海軍航空隊の例式、水上偵察機は補給と偵察を続行。8月15日、終戦。残存していた海軍機は、攻撃機1機、戦闘機2機、水上機2機、このうち飛行可能状態の霊戦21型と、陸軍の100式、司かささは、オーストラリア軍に、部員の霊戦22型は、ニュージーランド空軍に接収された。 赤道近く南へ4度にあるラバウルは、大型艦船が停泊できる天然の良好を備え、第一次世界大戦の後も委任統地府が置かれ、この地域における要衝であった。大戦前に、海外留学経験のある古い海軍士官だからは、ラボールと呼ばれていた。ウィリアム・ハルゼーは、息子が、米空母のラバウル空襲の際戦死するのではないか、不安だったと戦後の回想録に書かれている。 ラバウルでの戦死率の高さから、アメリカ軍搭乗員からはラバウルはドラゴンジョーズと恐れられた。これは、ラバウルの地形が竜の顎のような入り組んだ湾であることと同時に、侵攻すれば大損害を被ることを指していた。ラバウル航空隊の戦火については、空戦で頻繁に発生する誤認や重複の影響もあり、戦火の課題報告も起こっている。 戦後に胸筋を開き直接対談した日、米軍用人たちの回想レビューでは、米国側にとって、熱帯タウのソロモン戦線で有利だったのはレーダーしか、なく、イン陰算で前途の見込みが判断つかない精神的、肉体的に苦しい戦争で、太平洋戦線での、各局面では、情報収集と判断に非常に苦労していた。航空船も峠を越える時期までは、奇数、技量、 性能も白昼していたので、連合軍側も損害は、非常に大きく何度も、挫折寸前だった。しかし、日本軍側は、ガダルカナル争奪戦、ソロモン争奪戦で、航空兵力、駆逐艦兵力を多く喪失した。後期には、米軍側と日本軍側との海軍航空隊の人員、機材の優勢と劣勢が逆転した。連合軍側は搭乗員たち、 機材の戦闘機空戦能力が優勢になった。日本側は、教官の欠乏、訓練期間短縮、訓練用燃料不足のために新規搭乗員たちの技量は低下した。洋上を高速で自在に移動する点のような攻撃目標の艦隊を飛行隊を組み会場を遠距離飛行して発見補足し、攻撃作戦していた航空技量を持つ日本側搭乗員たちは、 ほとんどいなくなった。日本陸軍の第8方面軍が要塞化し集中堅持守備する各地要衝に対し、連合軍側は空白の密林地帯に巨大な土木機械力で大航空基地を一週間で建設して孤立化させていった。双方のバランスが崩れ、日本軍側は海と空を防衛する海上航空兵力を実質的に失い、 連合軍側にとっては激戦の沖縄戦を迎えるまでは追撃戦になった。熱帯フード病に繰り返し罹患することにより、現地住民の寿命は短かった。薬病媒介昆虫の火殺虫剤 DDT が世界に普及する以前の時代、悪性種類のマラリア原虫による重度の熱帯マラリア、強いウイルスの悪性デング熱があり、 予防薬キニーネの常用と治療薬アテブリンの備えは必須、傷口は熱帯性海洋にかかりやすく、熱帯雨場赤痢を予防するため水は飲料用に煮沸が必要であった。気候は地形によって暮らしやすさが大きく異なり、熱帯の夜の暑さは湿気を含んだ毛布とともに健康を害する元となっていた。登場員、基地員の3割は、 病気にかかり深刻な戦力問題及び保健衛生問題となっていた。また降伏後、マラリアの予防薬、治療薬をオーストラリア軍に取り上げられたため、ラバウル商兵にマラリアゲング熱で死ぬ者が戦後になって多かったことが知られている。この海域では、南太平洋と北太平洋から貿易風が常に吹き寄せ、上昇気流到達する成層圏高度も高いため、 上昇気流によって積乱雲が飛行機の飛び越えられない1万メートル以上の航空まで数時間で急激に発達、悪天候となり、搭乗員たちの航空作戦遂行をしばしば妨げた。新出順、ありがとうございます。